どうもこんにちは、島根県議の原拓也です。今日はですね、国スポ、国民スポーツ大会がですね、いよいよ本格的な改革に歩み出すというニュースを出ていました。これは日本スポーツ協会がですね、今いろんな全国の知事さんがですね、やはり今国体、全国を47都道府県を回っていくんですけど、今2巡目でして、3巡目以降はなかなか財政負担が大きい中で厳しいという声がある中で、この国スポをどういうふうに今運営していくのかということで、良い本格的な改革に乗り出すという記事が出ていました。例えばですね、具体的には競技施設、これ自治体が競技をするための整備を整えていくわけですけれども、この基準をある程度もうちょっと緩和をしたりですとか、あるいは今1県で開催してますけれども、例えば複数県で、同時開催をしたりですとか、とにかく自治体の負担を減らす方向で議論が進んでいくというような記事でした。で、私は非常にそれは歓迎すべきというかですね、この議論を注目していきたいと思ってますけれども、島根県もやはりですね、今度2030年に第2巡目のですね、国スポをお迎えするわけですけれども、これに向けてですね、毎年積み立てをしたりしてるんですけれども、総事業費が230からおそらく260億円ぐらいまでかかるんじゃないかというふうに県も考えていまして、これ非常に島根県のようなですね、特に小さい県は大きな財政負担となっています。これ国の補助金があればいいんですけれども、5億円程度というふうに言われている中でですね、ほとんどこの自治体が負担しなければならないということをなんですけれども、そういうことを考えたときに、確かにこの改革をですね、しっかりと進めていただきたいと思っています。それとですね、これ改革の方向性がまだ見えないので何とも言えないんですけど、私はやはり国がもっとしっかりお金なり、もっと入ってですね、国がもっとリーダーシップを取る大会にすべきじゃないかと思っています。国民スポーツ大会、国を挙げてのある種の大会ですので、それをですね、自治体任せにしていると、例えば東京のような大きいところはいいかもしれませんが、この島根のような本当に、財政事情厳しい中でいろいろやりくりしながらしている県にとっては非常に大きい、これは負担ですので、いろんな競技場の基準緩和、あるいは複数県でやる、これももちろん大事なことだと思いますが、国がしっかりリーダーシップを取って、やっていくと、この大会をもし守るという議論に行くならばですね、その国のリーダーシップをぜひ期待したいというふうに思っています。